このまま続けてあなたの貯金は本当に大丈夫ですか？株や FX のように金銭的リスクを取らず、新たな収入源の作り方に興味がある人、他にいませんか？天海祐希、真田広之と熱愛か。女優、天海祐希さん、48、と、俳優、真田広之さん、54、の熱愛が発覚したと、9月3日に某週刊誌が報じました。現在は、アメリカ・ロサンゼルスに拠点を移し、ハリウッドスターとして活躍している真田さん。年に数回来日しており、2015年に入ってから、2人が、たびたびデートを重ねている姿が目撃されています。もともと、古くからの友人だったという2人ですが、7月31日に公開された映画、ミニオンズの吹き替えでの共演で急接近したと言われています。ちなみに、天海祐希さんは、スカーレットの日本語吹き替えを、真田さんは、ナレーターの日本語吹き替えをそれぞれ担当しました。現地時間6月27日に行われた同映画のプレミアにも2人は出席し、すでにハリウッドスターとして活躍している真田さんが天海さんをエスコート。また、ロサンゼルスに8日間滞在した天海さんは、真田さんとオフを過ごしたとも報じられています。しかし、双方の事務所は恋愛関係を否定しています。